はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大宮駅にございます大衆酒場ルースさんにお邪魔しております。というのもこちらのお店でね、もう出てるんですけど、新メニュー、カオマンガイを使ったデカ盛りのチャレンジメニューになるんですが、デカマンガイというね 5.2 キロのセットのチャレンジメニューに挑戦しに来ました。内容の方が、このカオマンガイとスープにプラスこのキュウリとかも含めた具材全てを含めて、5.2 キロのチャレンジメニューとなっておりまして、制限時間が40分で、失敗の場合ですと8000円のお支払いで、成功の場合は無料プラス賞金1万円となるそうです。このタレの方はね2種類あるんですけれども、これは食べきりではないと。でプラスアルファね、ちょっとお店の方に聞いたんですけど、明日の夜マックスさんがねチャレンジしに来るらしいんですよ。なんでね、ちょっと僕もタイムを意識して全力で、今回は挑みまして、お店の方にあのマックスさんを煽ってくださいってお伝えしておきますので、マックスさんの方の動画が上がりましたらね、僕の記録は抜いてもらえるんじゃないかなと思うんですけれども、あくまでね僕も本気で挑みますんで、マックスさんでも、抜けないようなタイムを出せるように頑張りたいと思います。いきます。3、2、1と、はい、スタート。よっしゃ、いただきます。いただきます。よっしゃ、よし、肉やらかっ、うまっ、ソースもうまいわ。で多分、ね、ご飯が残っちゃうので上から食うとバランスよくて、よっ、うまいぜ。
愛らしく、ナンプラーと、ちょっと甘みも欲しいな、これ。砂糖と、このチャレンジメニューやばいっす。これ多分やばいやつ。うん、お米はタイ米ですか？あ、ですよね。やっぱ、はいはい。やっぱりお肉とか生姜とニンニクをあえたそのタイ米で炊いてるらしいんですけど、香りはすごいんですよ。ただ白米よりね、やっぱ水分がないんですよね、パラパラとして。じゃあその分ちょっとね、水分飲まなきゃいけないとか、結構ねこのチャレンジはやばい。よいしょ。いや、これしんどいぞ。想像以上に辛いソース、辛いですね。びっくりしちゃった。ラップさんね、辛いの苦手なんで、あなたこれ使わない方がいいと思いますよ。辛くない方のソースっておかわりもらえますか？お願いします。あ、すいません、ありがとうございます。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。
かこれ。
お水もらっていいですか？あ、すいません。ありがとうございます。
そうです。おお、ありがとうございます。ああ、35分ぴったり。すごい。うわ、これめっちゃきついですね、これ。やばい、これは。でもこれ正直、普通の料理とかの5キロクラスのチャレンジメニューの中だったら、本当トップクラスに大変なやつです。日本の方はそのタイ料理の香りとかっていうのは食べ慣れてないので、僕ももちろん大好きなんですけど、やっぱり量を食べてくるとこう鼻にこう効いてくるというか、なかなか飲みにくくなったりとか、あと普通カオマンガイってご飯3に対して鶏肉1とかの割合なんだけど、ほぼね1対1だから、お米とかうまくバランス食べようと思って最初鶏肉取ったんですけど、残った分で十分な
ぐらいの鶏肉だったからやっぱ鶏肉だけは残っちゃったので、もうちょっとねその食べるペースとかを考えたらもっとね楽になったと思うんですけど、ただそこを差し引いてもね、もうめちゃめちゃ大変なチャレンジです。これはもうレベルが超高い。ただまあ僕もね正直やって個人的にねこの記録はあんまり早くないと思うんですよ。だから明日ねマックさん来たらまあ普通にね抜いてくれるとは思うのでぜひねマックさん動画楽しみにしてますんで皆さんもねこの今日僕の動画見てくださった方は絶対ねマックさんの記録の方もチェックしてみてください。あの人もね多分ね30分ぐらいで多分クリアしてくれると思うんではい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。そして改めてご質問でした。ありがとうございます。いやGoodbye.